雨にも負けず、雨にも負けず、風にも負けず、雪にも夏の暑さにも負けぬ、丈夫な体を持ち、欲はなく、決して怒らず、いつも静かに笑っている。一日に玄米四合と味噌と少しの野菜を食べ、あらゆることを自分を感情に入れずによく見聞きしばかり、そして忘れず、野原の松の林の陰の小さなかやぶきの小屋にいて、東に病気の子供あれば行って看病してやり、西に疲れた母あれば行ってその稲の束を追い、南に死にそうな人あれば行って怖がらなくてもいいと言い、北に喧嘩や訴訟があればつまらないからやめろと言い、日照りの時は涙を流し、寒さの夏はおろおろ歩き、みんなにデクノボーと呼ばれ、褒められもせず、苦にもされず、そういうものに私はなりたい。CM なおをご覧の皆さん、白井一生です。今回から声をテーマにした連載を始めさせていただくことになりました。今回はですね、宮沢賢治さんの雨にも負けずを読ませていただきました。8月7日発売です。ぜひ皆さんご覧ください。